公共の電波を使用した放送では、望ましくないと自粛されている言葉があります。俗に、放送禁止用語と言われるものです。YouTube 動画も、一般への訴求力が上がるにつれ、徐々に表現の制限が拡大されてきています。現在公開できている動画が、いずれ公開できなくなる、などということがないように、今から放送局の言い換え例を学んでおきましょう。片手落ち。不公平など。土人。現地人など。豚箱。留置場など。裏日本。日本海側など。老婆。老婦人など。養老院。老人養護施設など。鼻つまみ。嫌われ者など。女ったらし。魚食家、女好きなど。パイパン。無毛など。移民。海外移住者など。10問中、何問言い換えられましたか？今回は中級編ということで、日常生活では普通に使っている場合が多いため、不特定多数を相手にする場合は注意する必要のある言葉でした。より次元の高い表現力を身につけたい方は、ぜひ意識してみてください。それでは、またの機会にお目にかかりましょう。